シャルコーマリートゥース病、シャルコーマリートゥース病、チャーコーマリエ、トゥースディジーズ、CMT は、肩体と足の筋移植と感覚障害を特徴とし、進行すると、上肢や手にも障害を生じる神経原性筋、移植である。遺伝性運動性感覚性ニューロパチー、ハーエデテリモーターセンサリーニューロパシー、HMSN、飛骨筋移植症。 パーニールマスキアラー・アトラフィーとも呼ばれる遺伝性ニューロパチーの代表疾患である。シャルコーマリートゥース病では遺伝子異常により神経が正常に機能するために必要な物質が発現しなくなる。そのため神経の軸索もしくは随症、ミエリン症に異常が生じ症状が現れるのだと考えられている。主に初期に脱髄型のニューロパチーを示す群。 CMT1、CMT3、&CMT4、HMSN タイプ1と初期に軸索障害型のニューロパジーを示す群とに対別されることが差は。しかし最近の研究によると、随症形成に重要な役割を果たす手腕細胞と神経細胞との間には密接な相互作用があり、しばしば脱髄、い、軸索障害の両者とが混在した。 病理処刑を示すもがあることが判明している。神経の分子構造は、神経細胞、手腕細胞、繊維目細胞の相互作用により決定されており、特に神経細胞と手腕細胞は相互にシグナルをやり取りし、神経細胞の生存と分化とに関与している。シャルコーマリートゥース病では、この神経細胞と手腕細胞間の相互作用が阻害されていることが知られている。 神経細胞と脱髄を起こした手腕細胞とが相互作用することにより、軸索の構造や機能にまで異常が生じることは分かっている。しかし、その結果なぜシャルコーマリートゥース病が生じるのかは未だに不明である。軸索の編成によって、または脱髄に伴う軸索の機能障害のために、筋力低下や感覚障害が生じている可能性はある。 脱髄型ニューロパチーを示す患者では、神経伝導速度、ナーブコンダクションベロシティ、NCV の低下が特徴的である。対して、軸索障害型ニューロパチーを示す患者では、複合筋活動でに、コンパウンドマッスルアクションポテンシャル、クマップの低下が見られ、神経伝導速度は正常もしくはやや低下する程度である。シャルコーマリートゥース病は1867年。 シャルコー、ジーン、マーチン・シャーコ、1825から1893とその弟子であるマリー、ピエール・マリエ、1853から1940、およびトゥース、ハワード・ヘンリー・トゥース、1856から1925によって報告された。シャルコー・マリー・トゥース病は、すべての人種に認められ、その有病率は欧米では2500人に1人と、言われてきた。 最近の疫学調査では人口10万人対9.7から82.4人とその頻度は高い。日本の調査では人口10万人対10.8人との報告があるが実際には有病率はより高いものと推定される。CMT の多くは0から20歳頃までに発症するが50歳代の発症も比較的多い。車椅子使用患者は 約20%で寝たきり患者1%であった。シャルコーマリートゥース病、CMT は遺伝性ニューロパチーの中で代表的な疾患である。遺伝性運動感覚性ニューロパチー、ハーエデテリモーターセンサリーニューロパチー、HMSN と呼ばれることもある。遺伝子異常に基づいた分類がされるようになり、HMSN よりも CMT の故障を用いることが多くなった。 禁煙疾患としては、運動神経だけが障害される。遺伝性運動性ニューロパチー。ハーエデテリモーターニューロパチー。HMN。感覚神経だけ障害される。遺伝性感覚性ニューロパチー。ハーエデテリセンスリーニューロパチー。HSN。また、感覚神経に加えて、自律神経も障害される。遺伝性感覚性自律神経性。ニューロパチー。ハーエデテリ。 センサリーオートナミックニューロッパジーハゼンもある。CMT は、随症の障害か軸作の障害かの区別、遺伝形式、常染色体優勢、常染色体劣性、X 染色体性、遺伝子座及び原因遺伝子によって分類される。CMT1A のように数字の後にアルファベットを並べて分類する。大きな分類では、随症の障害が主体で、 常染色体優性遺伝形式のものを CMT1、随症障害で劣性遺伝形式のものを CMT4、軸索障害で優性遺伝のものを CMT2、劣性遺伝のものを ARCMT2 と呼ぶ。CMT3 はデジュリーのソッタス病のことだが、現在はほとんど使われていない。X 染色体性遺伝形式のものは CMTX と呼ばれている。 遺伝子座や遺伝子以上の違いをアルファベットで表現する。例えば、レセイ遺伝性随一障害型で最初に遺伝子座が同定されたものは CM4A となる。末梢神経障害は脱髄か、軸索障害かを決めるのは容易ではない。CMT では便宜的に上司の成虫神経の運動速度伝導速度 MCV が秒速38メートルを境に決定される。 すなわち、CMT の分類に、神経伝導速度検査は不可欠である。家系の中でも MCV が、秒速38メートルの上下にまたがる場合もあり、中間型 CMT と呼ばれることもある。CMT は少なくとも34の原因遺伝子に、加え、8以上の遺伝子座が報告されている。原因遺伝子を病体別に分類すると、以下の9つに分類できる。 1>, 1から4はミエリン形成に関わる遺伝子であり、脱髄型 CMT の原因になる。5から9は神経細胞の形成、維持、活動に関連する遺伝子で、主に軸作型 CMT の原因となる。脱髄型 CMT の原因の多くは、髄症の主な抗生タンパクや手腕細胞で重要なものである。髄症の抗生タンパクの20%を占める PMP22 の質的な異常も、抹消神経障害を引き起こす。また、MPZ は、随症の50%を占め随症の接着に、関与している。GJB1、キャップジャンクションプロテインベータマイナス1、CX32 は、随症と軸索間の結合を持ち栄養物質の、交換に関与している。随症形成時に必要な転写因子である e g r に、 SOX10 は、随症形成に必要なタンパクの転写を誘導する、働きがある。このほか、手腕細胞で働く、様々な遺伝子の異常が脱髄型 CMT を引き起こす。軸索型 CMT、CMT2 の原因としては、体のエネルギーを生み出すミトコンドリアに関連したもの、軸索の構造を支える、神経繊維や、軸索内の物質輸送に関わるもの、 DNA 及び RNA 関連及び角膜タンパクなど神経細胞を支える、タンパク合成と関わるもの、末梢神経の発生分化に関連するものなどがある。ミトコンドリア関連の MFN2 が頻度が高く有名である。もう一つ CMT の特徴として遺伝的、多様性というものがある。これは異なる遺伝子の異常によっても同じ症状が出現するという子である。 遺伝性ニューロパチーの頻度に関して述べる。最も頻度の高い CMT は CMT1A と呼ばれる型である。常染色体優性遺伝で、欧米の CMT 全体の50%、脱髄型の約70%を占める。脱髄型で2番目に多いのは GJB1-CX32 の変異であり、X 染色体遺伝形式のため CMTX と呼ばれる。 その次に多いのが、ミエリン構成タンパクである MPZ によるものである。CMT2 では MFN2 や GJB1 によるものが多い。マーフィーラの報告によると、CMT 患者1607人の遺伝子検査を行い712例44.3%で原因を同定し、PMP22GJB1MPZ MFN2 の4つの遺伝子異常が90%以上を占めていた。シャルコーマリートゥース病の中で最も頻度が高いタイプである、すネ染色体優勢遺伝。脱髄を伴い、神経伝導速度の著名な低下が見られる。以下のサブタイプは、皆同様な臨床症状を示す。PMP22 は主要なミエリン抗成タンパク質の一つで、 ミエリンタンパク全体の20%を占めるものである。PMP22 を含む1.4メガバイトのゲノム重複により、通常にコピーの PMP22 遺伝子が3コピーになるために一種ポーデ遺伝子診断ができる。PMP22 を挟んで類似した配列を持つ領域が17番染色体にありこれが、 染色体の組み換えの時に誤った部位で組み換えが起こり血質や重複が生じると考えれている。CMT の多くはこの異常で生じている。アスコルビン酸、ビタミン C の大量投与で PMP22 の発現を抑制でき CMT1、A モデルマウスで有効という報告があったが、臨床試験では効果認められなかった。ニュートロピン酸、 NT-3 治験のパイロット試験で臨床効果が得られたという報告もある。予後不良な疾患ではないため遺伝子治療などは試みられていない。PMP22 の過剰発言は、π3K アークトエンとアのシグナル伝達を負に制御し、その結果ラスラフメックアーク伝達系の絵の抑制が低下する。この二つのシグナル伝達系のバランス異常が、 手腕細胞を分化障害を誘導する。ニューレグリンマイナス -1 治療は、π3K アクトエントアと、ラスラフメックアーク伝達系のバランス障害を是正する。C22 などいくつかのモデルマウスが知られている。P0 タンパクは、分子量28000の糖タンパクであり、末小ミエリンを構成するタンパクの約50%を占める。 重装する、見え輪膜を互いに固定するボトルのような役割を果たす。脱髄型である CMT1 バイトの原因でもあり、軸索型 CMT に合 J の原因でもある。脱髄型では早期発症であることが多い。軸索型は発症年齢が高く成人後に発症する。早発型と自発型で遺伝子変異も異なる。CMT1 は、 PMP22 電子の点突然変異で引き起こされる CMT1 の稀なタイプである。CMT1 全体の1から5%を占めると考えられている。かつては PMP22 の点突然変異によって起こる脱髄性ニューロパチーは CMT1A と分類されていたが、PMP22 の重複と点突然変異で病態が異なることが 明らかになり区別されるようにな。PMP22 のミスセンス変異で起こり、常染色体優勢遺伝の遺伝形式を取ることが多い。臨床症状は遺伝性圧脆弱性ニューロパチーのような反復性の運動麻痺など非典型例もあるが、多くは MT1A より重篤な進行性の筋力低下を示す。デジュリーヌソッタス病のような臨床症状を示すことがある。 トレンバラーマウスやトレンバラー、J マウスが PMP22 の変異を持つ本疾患のモデルウスであり、同様の変異の例も報告されている。常染色体優勢遺伝。軸作編成を主体とし、神経伝導速度は正常よりはやや低下するが、秒速38メートルを下回らない。寄付1倍と広川信太からのグループによって発見されたが、原因遺伝子である。 また、ミトフシンに、ミトフシンマイナスンパクを高度する MFN2、1P36.2 も原因遺伝子とされる。軸索障害が主体のため、神経伝導速度は低下しない。RAB7 遺伝子を原因遺伝子とする。皮膚に海洋を来たす。ミトフシン2遺伝子以上で CMT2A2 型は起こる。ミトフシン2はミトコンドリア膜に存在する。 タンパク質で、ミトコンドリアと小胞体の結合を司る。ミトフシン2の異常で、ミトコンドリアの小胞体が結合できなくなると、カルシウムの供給が受けられず、ミトコンドリアの機能低下が起こる。その結果、軸索障害型のニューロパチーとなる。デジュリーヌ・ソッタス病、ダジャーン、ソダーディジーズとも呼ばれる。多くが乳児期に発症する。劣性遺伝の CMT である。 乳児期に発症する重症型が多いのが特徴である。ペリアキシン遺伝子の異常によるもの、ニューロフィラメント L 遺伝子の異常のもの、ダイナミン2遺伝子の異常によるもの、トレナ合成酵素の異常によるもの手腕細胞の発達に関係する遺伝子 SOX10 や EGR2 などが知られている。X 染色体に原因のある CMTX は5種類知られている。 そのうち最も多いのが CMTX1 であり、コネキシン32というタンパク質をコードする GJB1 という遺伝子の異常で起こる。CMTX1 では、軸索性と脱髄性のいずれの障害もあるが、女性では軸索性を示す場合が多いと言われている。コネキシンは、手腕細胞に発現しているがなぜ、手腕細胞の障害で軸索性の触りを起こすのかは不明である。 生活歴を聴取すると、子供の頃から走ることやスポーツをすることは苦手だった。もともと足が、他の人と比べて小さかったというエピソードが聴取、できる場合が多い。稀に出生時や小児期に運動発達の遅れなどで、気づかれることもある。こういった例は、先天性随一形成不全、コジェニータルハイポメイライネティングニューロパチー、CHM と言われやや症状が強い。 シャルコーマリートゥース病は、多くの場合、下肢から始まる、遠優位の筋萎縮、筋力低下を初発症状とし、左右対称性、長さ依存性、長い神経ほど、症状出現が早く、かつ症状が強いの遺伝性のポリニューロパチーである。その他の特徴として、上司では手内在筋が障害されやすいこと、骨格系の変化、液疲労性などが挙げられる。 基本的には何年もかけて感情に進行するためいつ症状が出現したのかははっきりしないことも多い。10歳から30歳までに歩きにくさやつまずきやすさ、足の変形などで気づかれ、医療機関を受診する場合が多い。歩きにくさは、つまずいてよく転倒する、階段が登りにくい、スリッパが脱げやすいなど、両下支援位筋の筋力低下に起因するものである。 特に足関節の背屈、居上を行う前脛骨筋、心肥骨神経支配の筋力低下や、足関節背屈や外反を行う肥骨筋の筋力低下によって、これらの症状が起こると考えられている。これらの症状は両足に見られ、ほぼ左右対称性である。これ以前に足内在筋の筋移縮と、筋力低下は起こっている。足に始まった症状は徐々に手指に広がる。 出身に関する訴えでは、ボタンの止め外しが難しい、箸や鉛筆が使いづらいという訴えから始まることが多い。これは、上司の再演くらいである、母子玉筋や骨管筋など手内在筋の筋萎縮と、筋力低下によるものである。海内筋や海外筋の筋力低下により、ペットボトルの蓋を開けにくい、ドアノブを回しにくいといった症状も出現する。上司筋力低下も、 基本的に左右差はない。経過が長くなると骨格系の変形を伴うことがある。足の前後長は短縮するが、足の甲が高くなる遅足という変形が有名である。内反戦速になることもある。遅足に、足の低屈と内反が伴うと土上側子変形、ハンマー等図となる。液疲労性のため長時間運動をすると筋痙攣が起こることもある。また、 筋肉量の減少で手足が冷えやすいと訴える。本体性心線に類似する心線を伴うこともある。心線は30代半ばまでに気がつくことが多く、40%ほどの患者で認められる。稀ではあるが、網膜や超神経の障害をが併ぺいしたり、病気の進行とともに側腕症など、脊柱の変形を生じたりする合わせもある。 頻度の多い CMT1A を念頭に示す。筋移縮や筋力低下は、遠移筋ほど早期から症状が障害されやすく、症状が強い。したがって、筋力低下は、足の内在筋から始まり、下体筋、大体筋という経過で進行する。筋移縮は、下肢遠移部に行くほど強調されるため、逆シャンパンボトルと言われるような特徴的な筋、移縮パターンを取る。 上司も手内在筋の萎縮が目立つ。母子玉筋の筋力低下から、母子は外反子サルデを停止。骨間筋萎縮により指と指の間に溝ができるサルデを示す。病初期には低下しながらも保たれている場合もある。しかし、アキレス腱反射消失しついで、室外腱反射と、最終的には上司の腱反射も消失する。 本人は感覚障害の訴えをしないことが多いが、手袋靴下型の感覚障害が認められる。初期は前傾骨筋の筋力低下のため、かかと立ちが維持できない。進行するとトリフとなる。健常人では末梢神経を外表面から観察することはできないが、シャルコーマリートゥース病では末梢神経の飛行のため、約20%の患者で体表から、 末梢神経を触れることができる。触れることができる神経は大事怪神経、尺骨神経、肥骨神経などであり、それぞれ頸部外側面、尺骨神経口から数センチメートル近異部、肥骨頭方面で触れることができる。前後腸の短い足と不釣り合いに高い足口によって特徴づけられる応則が最もよく認められる。 扁平足や側腕症も稀ながら認められる。青年期に股関節形成異常が認められることがある。進行性スジジストロフィーなどのミオパチーとは異なり、先天性随症形成不全など小児発症例を除けば呼吸器障害が問題となることは稀である。シャルコーマリートゥース病の神経伝導速度検査の特徴としては臨床症状と同様であるが、 左右差がほとんどないこと、下肢の初見が上司よりも重篤であることが多いなどの特徴がある。左右差があったり、上司の方が異常が強い場合は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎など、別のニューロパチーも間別に上がる。シャルコーマリートゥース病の神経伝導速度検査で、最も重要なのは遺伝性脱髄性、感覚運動ニューロパチーである、CMT1 と、 軸索感覚性ニューロパチーである CMT2 の間別である。便宜上、上司の正中神経の MCV が CMT1 では秒速38メートルに満たず CMT2 では秒速38メートルよりも速いとされている。中には中間型 CMT といい過程の中で上司正中神経の MCV が秒速38メートルの上下にまたが場合もある。しかし、 CMT1 の多くは、医療機関を受診する頃には、小中神経の MCV は20秒速25メートルに低下している。複数の検索間で、比較的均一な電動速度の低下を認め、ユニフォームスローイングと言われる。電動ブロックを示さない。発症前の小児期から、NCV の低下があるが症状と NCV は相関せず、クマップ振幅の低下が、 筋力低下と相関する。シャルコーマリートゥース病の末梢神経病理は病形によって異なる。PMP22CMT1A が最も多く、MPZCMT1 バイト CX32CMTX が多く見られるためこれを中心に述べる。シャルコーマリートゥース病の原因遺伝子が次々と同定され、病理学的な観点から、 すべての遺伝子診断別の特徴を検討することは困難である。CMT1A では神経束が大きくなり皮膚直下で触地できることがしばしばある。神経飛行の原因はミクロロベルではオニオンバルブ、オニオンバルブ、神経内障、神経周膜の負腫、手腕細胞の増加などである。オニオンバルブは神経横断像で見られる随小周囲に 玉ねぎ状の層構造である。脱髄とその後の髄小再生とが長年にわたり繰り返し起きたことによる病理変化である。CMT1R では前例でオニオンバルブが認められ、有髄神経の約半数にオニオンバルブが出現する。オニオンバルブは小型有髄繊維強く見られる特徴がある。有髄神経繊維密度は中等度の低下があり、無髄神経繊維密度は 比較的軽度である。解きほぐし繊維では、約80%に及ぶ、有髄繊維の脱髄性変化が特徴的である。これら病理変化に一致して、神経伝導速度検査では、死士の伝導速度が一様に低下する。乳児の CMT1A では、オニオンバルブが乏しいことがあり、髄鞘の消失やマクルファージの浸順。 神経束内のフッなどの急性期脱髄像が見られることもある。オニオンバルブは CMT1A の中核病理であるが必ずしも特異的ではない。例えば糖尿病性ニューロパチーや慢性炎症性、脱髄性多発神経炎でもしばしばオニオンバルブが認められる。しかしこれらの疾患ではオニオンバルブの出現率は融髄神経の10%にも満たない。 MPZ-CMT1 バイトは、一般的には脱髄型の CMT に分類されるが、軸索障害系を提出するグループがある。脱髄型の病理所見は、CMT1A と同様であるが、オニオンバルブの形成は、比較的軽度であり、融髄人密度がより高度に低下している。一方、軸索障害型では、オニオンバルブがほとんど見られず、慢性軸索編成所見である。 軸作再生像、アクセネルスプラウトが見られる。解きほぐし繊維での軸作障害繊維が正常の約4倍に達する。病理学的には脱髄型と軸作障害型が混在した抹消神経障害である。オニオンバルブと軸作再生像、アクセネルスプラウトが同時に見られるのが特徴的である。有髄神経密度、 無髄神経密度ともに比較的保たれており、解きほぐし繊維での脱髄神経比は約10%程度、軸索障害繊維比は MPZ-CMT1 バイトとほぼ同等である。デジュリーヌ・ソッタス病、ダジャーン・ソター病では高度の髄症の被白化と髄症低形成を特徴とする。する遺伝性圧脆弱性ニューロパチー、ハーエデテリニューロパチーウィズライアビリティツープレッシャー。 ポール G, HNPP への物理的あるいは機械的な圧迫により遠極性の症状を繰り返すという特徴的な臨床症状を知られている。時ほぐし像ではトマキュラと呼ばれるミエリンのソーセージ上の飛行が見られ、横断像ではトマキュラに相当する部分が何層にも肥大化したミエリンとなりリーロール、ジェリーロールスと呼ばれる。オニオンバルブの形成が全く見られず、 軸作再生像が極めて広範に認められる。時ほぐし繊維でトマキュラが極めて高頻度に認められる。CMT の原因となる遺伝子は数が多く効率的な遺伝子検査が必要と考えられている。また全ての原因遺伝子が同定されているわけではない。PMP22 の重複による CMT1A が脱髄型の70%。 CMT 全体でも50%を占める。そのため、脱髄型、または、病形不明の場合は、まずフィッシュ法、インサイトハイブリダイゼーション法で PMP22 の重複や血を評価する。この検査は、三菱科学メディエンス社から提供されている、17番、染色体1本あたりに1つの PMP22 の遺伝子があるのが正常である。すなわち正常では2コピーある。 CMT1A では異常な2つのコピーを持つ染色体と正常な1つのコピーを持つ染色体で合計3コピー認められる。2つのコピーは必ず近接して存在する。PMP22 の血質が原因の HNPP もこの検査で遺伝子診断ができる。マルパポーでより高い精度で安価に検出することができるが保険適用となっていない。 PMP22 の重複が認められない場合はまたは、軸索型では、シークエンス解析を行う。脱髄型では、比較的頻度の高い GJB1、MPZ、PMP22 など、軸索型では、MFN2 などのシークエンス解析を行う。その他の遺伝子異常を検査する場合は、マイクロアレイ法をベースとした DNA チップによる、診断や DHPLC、 ンチョリング肺、パフォーマンスリクイのクロマトグラフィーが行われている。チョイラは、エキソーム解析法により通常の DNA 解析法では異常を見出せなかった25例中3例、32%で遺伝子異常を検出したと報告している。今後は次世代シークエンサーを用いたエキソーム解析が主流になると考えられる。シャルコマリトゥス病の診断は、 家族歴と臨床像により行われる。すでに知られている遺伝子異常が遺伝子検査で認められれば、より確実になる。特徴的な臨床像としては、四肢炎優位の筋力低下、逆シャンパンボトル様硬い筋に縮、識、足、土上足死、手袋靴下型感覚低下などが挙げられる。そして、神経伝導速度検査で脱髄型、軸索型に分類する。 特徴的な症状と電気生理学的な検査、家族歴が得られれば、シャルコーマリートゥース病の診断は比較的容易である。しかし家族歴がない場合、症状あるいは電気生理検査で左右非対称である場合、上司の方が下詞よりも症状が強い場合、筋異筋優位である場合、経過が早い場合、数ヶ月で悪化などは、 その他のニューロパチーの可能性もあり慎重な診断が必要となる。具体的には、シドップや、抗マグ抗体を伴うニューロパチー、ポエムズ症候群、ビタミン B1 欠乏ニューロパチー、アルコール性多発ニューロパチー、アミロイドーシス、脊髄症の変性症によるニューロパチー、エイプラタクシン、セナタクシン、フラタクシン、レフサム病、イソメ性白質ジストロフィー、 クロバ病、タンジール病などが間別疾患となる。シャルコー・マリートゥース病の遺伝カウンセリングは2つの問題点がある。一つは多くの症例で原因遺伝子が不明になる点である。特に日本人の CMT では随症型の50%、軸作型の80%は原因不明となり正確な遺伝カウンセリングができない。 また同一遺伝子変異を持っていたとしても症状が異なることがある。症状のない家族の遺伝子検査に関しては慎重さが求められる。症状を認めない成人では遺伝カウンセリングを行い承諾を得た後に検査を施行し、症状のない小児では遺伝子解析は行わない。アスコルビン酸の大量投与はモデルマウスでは有効であったが臨床試験では有効性は証明できなかった。 NT-3、クルクミン、プロゲステロン機抗薬などいくつかの薬剤で効果があると異報告もある。RNA 干渉法など拡散医薬も有効な可能性がある。一般に発症時期が早いほど神経学的障害が重篤になる傾向がある。患者に進行する疾患であり、寿命自体にはあまり影響しないと考えられている。 しかし多くの患者で杖などが必要となり、社会生活には影響がある。いくつかの麻酔薬や抗がん剤、抗菌薬は CMT の症状を悪化させる可能性があり、注意が必要である。シャルコーマリートゥース病は、拡散医薬での治療が期待される疾患の一つである。機能獲得型の点突然変異が原因の遺伝性疾患では、 変異型の mRNA のみのノックダウンが有効な治療薬となる。セルナで変異型 mRNA を特異的にノックダウンする方法はすでに報告され確立している。生後6日から生後18日に確実でリコンビナントエナジー -1 を投与すると手腕細胞が分化 CMT1A モデルラットの脱髄が警戒するという先行研究がある。 ピリメン塩基の2を2回に就職したセルナ、すなわち C の代わりにに FC、U の代わりにに FU を用いたセルナは結晶中で日韓効果が持続するという報告がある。以上の事実から変異型 MRNA を特異的にノックダウンできるセルナを作成し、生後6日から生後18日の間に3日ごとにピリメン塩基の2を2回就職した。 変異型 mRNA を特異的にノックダウンできるセルナを CMT1E のモデルマウスであるトレンバラー J マウスに投与すると脱髄が警戒するかもしれない。韓国のソンリュングアン大学のビオンゴク教授は変異型 mRNA を特異的にノックダウンできるセルナを開発しトレンバラー J マウスに投与した。その結果、ローターロットによる行動解析、電気生理学的検査。 料理系大学のいずれも改善を示した。これは、CMT1 位、e、で有効な治療戦略となる。さらに、核酸医薬のリーディングカンパニーであるアイニス社では、人の PMP22 に対するアンチセンス核酸を開発した。科学就職したアンチセンス核酸を非加投与し CMT1A モデル動物 C22 ウストラットの行動解析、電気生理学的検査。 病理系大学のいずれも改善を示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。